ホーム大物駅東側高か京本線と西大阪線は天ヶ崎駅から東駅まで並走し、東駅で分岐する。大物駅は兵庫県天ヶ崎市大持町2丁目にある阪神電気鉄道の駅。駅番号は HS08。島式ホームの外側に相対式ホームを持つ3面4線の高架駅である。阪神南波線は天ヶ崎側に、 天ヶ崎車庫への分岐点があるため、停留所ではないのに対して、本線は分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口、コンコースは2階、ホームは3階にある。改札口は1カ所のみ。本線ホームはややカーブしている。1.2番線は、本線。3.4番線は、阪神南波線のホームとなっている。2.3番線は、 島式ホームとなっており、梅田方面からの列車から南場、奈良方面行きへは対面の理解が可能。ホーム有校長は1番線が100メートルで、現状では、阪神車両の4両編成が停車する。2から4番線は130メートルで、阪神の19メートル級車両及び、近畿日本鉄道の21メートル級車両の、いずれも6両編成が停車可能である。 天が駅改良工事に伴う道駅までの西大阪線一時短線化により、上り線のみを使用した期間は、西大阪線の上下列車はいずれも3番線に着発していたため、ホームには五条防止のため LED 式の行き先表示器が設置されていた。駅がカーブしていて、線路に関トがついており、電車とホームの隙間もかなり広い箇所がある。どの番線からも、 日中は、毎時6本の電車が発車する。下り方面は2.4番線の双方から発車するが、2番線発の列車は大部分が、向こう側方面に直通する一方、4番線発は全て甘ヶ崎止まりである。阪神南波線は普通電車のほかに、準急・区間準急の設定もあるが、全列車鶴橋伊勢各駅に停車する。 2019年時の1日平均乗降人員は8,571人である。各年時の1日平均乗車乗降人員数は下表の通り。最寄り停留所は東大物町一丁目、または阪神大物となる。以下の路線が乗り入れ、阪神バスにより運行されている。難読駅名と言えるが、大物という地名そのものは、大物の裏として、 平家物語や能楽の船弁慶、歌舞伎、吉常千本桜にも登場する。ありがとうございます。